皆さんこんにちは、ししょ見習い VTuber の文本響です。今回は本紹介をしていこうと思います。今回紹介する本はこちら、神様のメモ帳です。神様のメモ帳は電撃文庫から出ている本で、作者は杉井ひかるさん、イラストは岸田メルさんになってます。第1巻が2007年に発売されていて、2014年に9巻が発売されて完結したライトノベルです。この本がどんな本なのか、ネタバレをできるだけ抑えて紹介していきたいと思います。神様のメモ帳は、主人公である高校生のなるみが、あるきっかけからニート探偵を名乗っているアリスという女の子と、その周りの一癖も二癖もあるニートたちに出会って、少しずつ変わっていくという物語になっています。第1巻ではなるみが住んでいる町にドラッグが流行していて、それによっていろいろな事件が起こっています。ドラッグ絡みの様々な事件を、部屋から一切出ない引きこもりニート探偵アリスと10人十色のニートの仲間たちで解決していくという話になっています。神様のメモ帳はシリーズを通してダウナーな独特な雰囲気があって、その雰囲気が僕はすごい好きです。で、1巻の題材がドラッグだという話からもわかると思うんですけど、重たい話が結構多いシリーズだなと思います。でも物語のいろいろなところにクスッと笑えるような表現があったりして、テンポよく読める作品だと思います。で、1巻から9巻まで全部読んだんですけど、個人的に好きな話は7巻のアイドルの女の子が出てくる話があって、その話がすごい良かったと思います。ということで、神様のメモ帳の紹介でした。今回の紹介で気になった方は、概要欄に貼ってあるリンクか、今画面に表示されている ISBN コードを本屋さんに伝えると買うことができると思うので、ぜひお願いします。コメントや高評価、チャンネル登録などしてくれるとめっちゃ嬉しいです。ということで、文本響でした。バイバイ。